うまいな。どれぐらいの時間かかってんすか、この絵描くのに。半日は。病気ですね。どうかしちゃってんな。自分でも。もしかしてですけど、この YouTube 出るのに NBA から金もろてます。いや。ババババン番外編キシシシ。よーよし、やってやるぜ。まずゲストの紹介です。はい、この人、はい、この人よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は皆さんと語り合いたいと思いますので、はいはい、知らない人も知ってる人も、はい、ぜひ意見を出してください。はい、ということで行ってみたいと思います。早速ですが、ドン！マイケル・ジョーダン被害者の会会長、愛されたヒューンのスーパースター、めちゃくちゃありますよ。会長ですね。誰だと思いますかね。誤差ですが会長、はい、じゃあ仲のいい人とか。会長です。仲のいい人だったらもう一人しかいない、ことごとくってことですね、はい、ことごとくことごとくことごとく潰されてきた。いっぱいいますね。思いのほか過小評価だと僕は思っている。おお、まあ、ユーイングとかあるんじゃないってことですか。その通り。パトリック・ユーイング。しかもちょっと嬉しいのはゴリがね NBA のユニフォーム着てるというのが、はい、僕が怖い、ね、見せてみましたね、はい、ちょっとしびれますね。あの権利関係ダメだったらモザイクをお願いします。これギリギリセーフですよ。まあ、あの一応僕が書いたんで、自分で書いたんですよ。あの、はい、本物かどうかといえば偽物なので。もちろん大丈夫です。そうですね。ということで、はい、パトリック・ユーイングを紹介したいと思います。彼の人生には物悲しいことがたくさん起きております。ことごとくマイケル・ジョーダンに打ち破られているということを、しかし私はなぜ彼のことを紹介したいかというとこうなっております。あ、どういうの？あれ写真撮ってる。かれこれ30年近く前に僕は彼と会ってインタビューをし飯を食べ、話し合ったことがございます。マジっすか、はい、ジョージタウン大学のジャケット着てますやん。これはもうねニューヨークの古着屋に真っ先に行って買い込んだんですね。彼に喜んでもらうために。これ岸さんですか。これは私です。どう見ても岸さんでしょう、はい、男前やな。レッドですね。はい、ほんでなんかこの絵画を優位に渡しますけど、これあれなんです、あのヤングマガジン某漫画雑誌の企画で、はい、パトリック・ユーイングを応援しに行こうという企画で、その時だからニューヨーク、あの NBA がブームになって、はあ、でその、ユーイングブランドの、 あのキャンペーンでこういうことが起きてた。ユーイング、真剣ゼミの CM とかも出てましたよね。そうそう、タブさんとね。なるほど、そうか、ユーイングですよね、はい、そういや。それであの漫画の企画で行って、だからこの人たちはもう選ばれた、一応抽選だ。その当時こう何て言うんですか、本当 NBA のこと知らない人たちばっかりだった。そうですよね。知ってる、ほぼ知ってるの僕だけで、この女の子たちはもうほぼ知らない。ただニューヨークに行きたいっていう子たち。でこの人はあのこのイラストレーターさんなんですね。なのでこれプレゼントしたと。ちゃんとユーイング履いてるな、すごいな。そうなんです、書いてます、書いてますね、はい、リアリー。こんなに静かになる番組でした。すいません、すいません、これまあ、ね、これでユーイングで分かりましたね。そうなんです。そしてその後ラインがちゃんと入ってる。その後ね、私あのテレビでバスケットするようになりまして、はい、BT アイソンズというチームでストリートバスケットをやっておりました。はいはいはい。でその時のなんとブランドのスポンサーもユーイングだった。なるほど、なるほど。であの日本にユーイングがプロモーションで来た時にも会って、でパーティーに出て、ね、はい、でインタビューさせてもらった。あ、でもそういやユーイングでしたよね。そうなんです。高田さん、この人知ってません？え、元日本代表志望さん、斉藤慎一さん。あ、斉藤慎一さん、はい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 、元日本代表、はいはいはい、方と一緒にやっておりました、ということで私がこれのスポンサーユーイングなんですか。いや、このブランドユーイングのブランドの僕らが、そういやさ、ここにね、サンシャムと大きいのはめてましたもん、ウェア提供していただいて、田中ユニバーサルの社長、お元気ですか。はい、ということで私がこの上のね、革のジャケットもそうですよ、これ。かっこいいじゃないですか。こんなしてたんや。いや、今欲しい、これ欲しいですね。今持ってます。今ね、これサインしてもらったんですけど、ある事情でちょっと人にプレゼントしてしまいました。
買い物ちょっとこれ見た人返して、ユニフォームにもサインもらったんですけど、うわー、はい、それもあげてしまいました。あ、それも返して回収するんですかすぐだどうせ倉庫にあるでしょうね。はい、はい、ということで私が絶対にこれはやらせてくれると思うディレクターさんにお願いしました。なるほど。ということで90年代ね前半スラムダンクとドリームチームで空前のバスケットのブームで私が彼の紹介をしたいと思います、はい、では基本情報、はい、パトリック・アロイシャス・ユーイング1962年8月5日生まれ、うん、57歳、マイケル・ジョーダンと同じ学年になるんですかね、うん、まあアメリカはもうでもあれ下の感覚ですか。いやでも結局多分後で言うと思うんですけど、うん、ジョーダンにその勝てなかったっていうのもそこから始まってるわけじゃないですか、はい、そうですね。あ、出身というか、はい、まあ、ジャマイカ出身なんですね。ジャマイカですよね。サリーグのキングストン、キングストンといえば、まあ、レゲエのね、うん、場所なんで、まあ、ゆったりとしている生活。あ、ボブ・マーリーってこうじゃなかったっけ。ボブ・マーリーもそうです。キングストン、そうですよね。あと、はい、あのボルトね。ボルトね。あ、そうですね。ジャマイカだから、まあ、あまり治安は良くない、うん、そうですね。なのでアメリカに、移住してきたんですけども、85年に、ドラフト1位で入りまして、213センチ、115キロ。あ、でかい。で、これも、まあ、すごく運良くも悪くも、マイケル・ジョーダンがドラフトされたのは94年で、その1年後に1位になっているということがあります。さあ、そして選手の経歴としては、まあ、もちろんニューヨーク・ニックスのエースでした。はいはい、85年から2000年。それから晩年は2000年にシアトルに行って、2001年にはオーランドマジックに行きます。いや僕はもうね、僕はねこの2つと、はい、あとオラジオはもうこういう扱い方されてるんですよ、はい、トロントとか出されてるんですよ。そうですね。もうね、あのどんなことがあってもチームはあそこでリタイアさせてあげる感じにならないと、ユーイングとオラジュアンは、なんか僕ね、ちょっとチームのフロントを疑いましたもん。いやいや、どんだけあったチームのためにやってくれたんやみたいな。他のユニフォーム絶対見てなかったです僕。見たことないな、オランマジック、マジックみたいな。いや、全然知らない。なんかオーランドでは6番をつけていたんですね。あのオリンピックの時6番でしたから。ああ、そうかそうかそうか。はい。なるほど。まあでもその、シアトルに行った後、ニューヨークが低迷したので、改めてニューヨークのファンはユーイングの偉大さを認めて、うん、あの殿堂入りを2008年にして、うん、永久背番号、永久欠番にしております。もちろんですね。受賞歴は11回 NBA のオールスター、すげえ、それから6回のファーストチーム、うわ、ディフェンシブチームは3回、そしてもちろん新人王になってます。うわ、それからオールルーキーチーム、ファーストチーム、うん、ファーストチームを一度、50周年のオールタイムチームは A マイク。これってもう NBA の新人王とかドラフト1位でこう行ったじゃないですか、はい、その時のあれ日本のメディアだと思うんですけど、うん、あのこうリバウンド取ってるかなんかの絵がバッとあったんですけど、うん、その下読んだらニューヨークへ飛んだゴリラって書いてあったんですよ。ゴリラ。いやお前それあかんやん、これ大丈夫なのって思う。で、本当にひどいな。まあ、後ほど出しますが、そういうね、見た目のことを言われ、まあ、見た目ですよ 100%。 まあそれも相性として愛されてもいますけども、まあね、まあ結局そういうこともあったと、はい、いうことで、では簡単に生い立ちを紹介したいと思います、はい、12歳でマサチューセッツ州のケンブリッジに移住しました、うん、その当時は、まあ、その場所も白人社会で、うん、なかなか生活に馴染めなかったらしいんですが、スポーツは実はバスケット以外に何かをやっていたんですが、何だと思いますか。ダンカンは水泳でしたね。ダンカンは水泳、はいはい、でもなんかジャマイカ、ジャマイカといえば僕はもうボブスレーしか来ない。クーランニング、クーランニング懐かしいの、珍しいですね。ジャマイカ短距離陸上違う。うわ、何やろな、意外ですか。意外ですね。ユーイングがやるから意外じゃなくて、スポーツが意外、うん、やったスポーツが意外っていう。やったスポーツは意外です。一つは。一つあります。バレーとかは。バレーはね。バレーはあのビンスカートで終わります。ビンスカート。だからバレー式の取り方だからあんだけ取れる。取り方ってですね。そうです。まあでも小学校中学校くらいの年なので、はい、なんとここです。
クリケットとサッカー。いや、僕ね、クリケットと思ったんですよ。クリケットやってた。はい。なんか意外だった感じしました。でもサッカーはね、なんかね、そのジャマイカとかアフリカはね、盛んなんで。ね、なんで手足が長いので、もうその当時から大きかったので。で、高校はケンブリッジ・リンジ&ラテンスクールっていうふうに書いてあるんです。これってき、わかりますか？いやー、わかりますよ。僕もジョージタウンぐらいからしかわかんないですもん、はい、でもこの当時から、まあ、メキメキとバスケットを始めてから急成長して、まあ、なんとその名門のジョージタウンに行くことになるわけですね。はい、で、まあ、この出会いですよね、ジョン・トンプソン監督。大きいですよね。まあ、本当にこのトンプソン監督の特徴としてはすごくこう規律正しくて基礎をしっかり教えるっていうイメージなんですか。あるし、やっぱビッグマンを育てるのがうまいって称されてますね。ジョージタウン特に多いですね、はい、もう後にね、あのモーニングだったりムトンボだったり、あ、全部そう、だからこうビッグマンを本当に育てるのがうまいっていうところだったんで、アイバーソンが珍しかったんです。そうですね、アイバーソンもそうか、はい、急にだもうそのやっぱ黒人の監督で黒人を全てこうカバーしてあげるっていうぐらいの気持ちを持ってた、ね、教育を大事にして、ね、そうですね、なるほど、はい、そういう監督の下で育ちました。で、84年には優勝して、85年にはその、まあ、MVP と言われるネイスビッシュを、はいね、で、まあ、大学当時に84年に、はい、ロサンゼルスオリンピックで金メダルをまず最初に取ってます。うわー、これは大学生の時ですよね。大学生の時です、まあ、マイケル・ジョーダンも一緒です。はい、ロサンゼルスチームメイトは、はい、そして彼のプレーの特徴としてはですね、私が思うにもうすでに完成された理想のセンターです、はい、長身と長い手、そして瞬発力で、まあ、リムプロテクター、はい、まあ、ディフェンスのスペシャリストとして育ったわけですね、うん、でさらに、まあ、ベースラインの、うん、ミドルジャンパーとかシュートが上手いイメージですよ、うん、そうですね、シュートフォームはね、綺麗だ、上手いに上げる、はい、折りたたみ式のなんかこうね、ね、本当腕がカクンカクンカクンみたいな本当なんかそういうイメージでしょ消防車の給水車みたいな綺麗かったですよね。そんな彼の相性は先ほど出ましたが、キングコング、コング、はい、うまいな、今のキングコングのヒゲ思いますね、西野はね今のこれでもさっき言いましたけど、でもキングコングって本当に向こうでは言われてたんですかね、なんか日本の方、いや僕日本だけやと思いますよ。そうですね、何がニューヨークへ飛んだゴリラよいろんな記事見てもあんまりキングコングっていう風に出てるのはなかった。いや僕も聞かないですね。だからまあ日本だけかもしれないです。まあやっぱりもちろんあのスラムダンクの影響でゴリとかキングコングって言われるイメージがありますが、実はアメリカではそんな言われているわけではない。めっちゃ変わったでしょこの絵。どれぐらいの時間かかってんすかこの絵描くのに。まあ半日は。一瞬どうやってデッサンしてるんですか描くの。もういきなり描くんですか。いやでもこれはね下書きしました。というわけで、ここからはちょっと高田さんの嫌いな数字を出したいと思います。やばいやばい、数字しかない。で、僕はこれ何が言いたいかっていうと、これです。映してもうて終わりにしましょう、ね、はい、何が言いたいかというと、このもう何年間20点以上取ってんのって話ですよね。わかりやすい。で、これはちなみにマイケル・ジョーダンの得点なので、うわ、もうそれをさらに超えている。そのユージさん、はい、病気ですね。いやいや、ほんまマジで病気ですよ。病院行った方がいいですよ。これね、本当にね、どうかしちゃってんな。自分でもしかしてですけど、この YouTube 出んのに NBA から金もろてます。いや、ほんとおかしない、プレゼンのこの力入り方が。ちょっと頑張りすぎている。でも高校の時はね、あのフープとかにの後ろに、はい、あったスタッツ表現ずーっと見てた、俺も見てました。いやそういう人多いっしょ、ね、ちなみに僕はあのビッグアンバスケットボール あのイラストコーナーに一回乗ったことがあって、マジっすか。中学生の時すごい。で、あの送られてきた時にガッツポーズしてすごいさあ、はい、というわけで、キングコングの悲運をですね、はい、これからお話ししていきたいと思います。1位、はい、1位、彼はまあまずこの悲劇が始まるのは大学1年生の早いよ、はい、あのマイケル・ジョーダンのザ・ショット、はい、あの時にコーナーからのね、あまり知られていないんですけども、こういうことが起きているんです。ドン、ゴールテンディング、うん、はあ、いやもうあの時はすごかったですもん。もうブロックがバリバリだったので、はあ、何でもかんでもブロック飛びに行くわけです、はいはいはい、すると
ゴールテンディがなんと5回以上起きて、でもあれセミファイナルファイナル4の準決勝がボッコボコ叩いてるんですよ。そうなんですよね。もうハエ叩きっていうか、もうと思うぐらいバチバチに叩いてたけど、周りは中にドライブさせといて、そうなんですよ、わざとドライブさせてポッケって、でファイナルなんですよ。ファイナルなんです。ほぼゴールデンリングになりましたからね。マイケル・ジョーダンは1年生で、まあいわば抜擢の状態でリー・スミス監督に使われていて、はい、まあ、まあザ・ショットは有名ですけども、はい、それまでも結構不安定なプレー、入ったり入んなかったり、はい、ミスしたりしてました。だけどこれは語られていないんです。もしこの5本のうち3本でも外れていたら、いやもう本当ですよね、ジョージタウンのペースに。これはなんでゴールテンディングこんな増えたんですか、その前の試合バチバチやってたの。いやなんかね、遅れて結構吹かれてました。だって当時あれだけゴールテンディングをする大学生がいなかったし、いなかった、ジャバークラスですよ。ほな審判に寄ったってことですか。僕は寄ったんじゃないかなと思いますけど、もちろんその分かんないですよ、分かんないですけど、でもそのくらいあの準決勝まであんだけ叩いてて、ファイナルだけここまで取られるみたいな。MCA のルールが45秒ルールなので、はい、とにかくボールを回し回し、いいチャンスを狙ってってドライブしたり、まあアウトサイドがやっぱりちょっとスリーポイントもなかった。なるほど。とにかく中にどれだけ中に入ってシュートするかがやっぱり際だったので、衝撃的でしたよ。中に入ってはブロックされるっていう状況。なるほどね。なのでなんと5本以上。はあ。僕はあのビデオを見返した中では5本は当然です。それはちょっとかわいい。それがなければ勝っていたかもしれない。だってこれすっごいチームだったんですよ、一応さん。このセンターがユーイングで、その時のポイントガードがスリーピーフロイドって、後に NBA でバリバリ活躍、はい、してたガードもいたんですよ。超オールスターガードですよね。オールスターですね。あのエリック・フロイドっていうんですけど、目がちょっとこう眠そうな目してるから、ニックネームがスリーピーって、それでスリーピーフロイドっていうのが、そういうことか。はい、そうなんです。そのジョーダンもね、あ、俺今から言います、言わないです。ジョーダンのチームもすごい1年生で、その当時のコーチスミスが、ディーン・スミスが、うん、1年生を今までスタートで使ったことないんですよ。でもそれを覆して使うほどの選手だったんです、ジョーダン。いや、やっぱすごかった。最初で最後だったんですよ。でチームメイトにはジェームス・ウォージー、ウォージー、それからサム・パーキンス、サム・パーキンス、サム・パーキンスとウォージーですよ。すごい。でウォージーとこの 3P フロイドは高校の時からのものすごいライバル関係だったんですね。それで。あの大学は多分一緒に行くんじゃないかっていうぐらいバチバチやってたんですけど、ジェームズ・ウォージーがノースカロライナに決めたから、スリーピーフロイド、あのエリック・フロイドは俺はジョージタウン行くって、あのやりたいって言って、うわーおもろそういうね、スカウティングのあれもありましたね。お父さんの、もう本当僕この時鮮明に覚えてるんですけど、あのジェームズ・ウォージーのお父さんは大のノースカロライナファンで、うん、もうコーチスミスの大ファンやったらしいんですよ。でも何よりもバスケットが大好きで、である時あのディーン・スミスがあのスカウト行ってるんですよね、うんうんうん、で家にピンポンってなってガチャってお父さん出たらしいんですけど、あのな何やってんのここでって、そのお父さんがあまりにもびっくりして何しに来たのって、いやあのお宅の息子さんをリクルートしに来たんですけど、さお父さんが行きますって玄関で決めちゃう、玄関で来ますって、いや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 、まず息子さんに待ってくれっていうぐらい、もうノースカロライナ大好きな、そうなんですよね。そういうことがあったその対決で敗れてしまう。ゴールテンディング知らんかった。いやこれはすごかった、これゴールテンディング。なんかまああったんかもしれないですね、ちょっとあれゴールテンディングちゃうんかっていう、多分相当なんかクレームはセミファイナルの時点で僕出してたと思う、多分あったんでしょうね。さすがにってことだったんですね。ちょっと違うなと思うのも全部吹かれてましたね。だコーチが必ずあの確認に審判にしてましたし、はい、で割とねジェームス・オージーとか、まあ、対策ならば分かんないですけど、アーチの低いシュートばっかり打ってました。そういうこと、はい、うわー取り上がった、早いね、あえて刺したんだ。それそこのやり方は。そしてユーイングはですね、はい、まあ、その2年後ようやくオラジワン率いるヒューストン大を破って優勝するんです、はい、NCAA ね、はい、ですが、あ NBA のデビューはマイケル・ジョーダンに1年遅れを取って、まあ、マイケル・ジョーダンはアーリーエントリーで入りました、はい、うん、でパトリック・ユーイングは、まあ、お母さんの教え
というか、まあ、厳しいっていうのがあったので、うん、4年生までちゃんと卒業してから行ったということです、うん、さあそしてキングコングの不運に、うん、まああえてキングコングって言っちゃってますけども、はい、ここはねあえてるよ2回目ですよ、はい、出てますねこれはいこれねちょっとなんかジンマシン出てきたなこの辺だけ見てくださいまず87年にリック・ピティーノ入りました、はいうん、まあまあ、ニューヨークはなんとかユーイングをスターにして、うん、ユーイングにあのチャンピオンになってもらおうというかニューヨークはなんとかチャンピオンを取り返そうと思ってリック・ピティートにしました、うんうん、そして、86年にマーク・ジャクソンを入れます、はい、から88年にチャールズ・オークレイが、それからジョン・スタークスを89年か90年に入れます、はい、でここでちょっとずつやっぱりこうスタッツはここが一番最高だったんですけれども、うんまあ、チーム力的にはだんだん上がってきて、うん、なんと91年にはあその前に89年か89年にまず敗れてるんですね 4-2 でカンファレンスセミファイナルで2回戦 でここでまあ遺恨があります、うん、でその後またシカゴに2年後にまたファーストラウンドで敗れてしまいます、うん、で今度はそれに敗れてしまったので今度パット・ライリーが招聘されます、うんはい、92年でこの時はなんと 4-3 で 4-3 まで盛り返したカンファレンスのセミファイナルなので、まあ、あと1個でここで勝っていればシカゴは優勝していたので、うん、ここが一番前世紀だったかもしれない、うん、ここがヒューストンなんですよね94、うんはいブレイザーズ・サンズですねウエストブレイザーズサンズ93サンズ LA ブレイザーズサンズかそうです ね、うん、なんかそんな感じでしたっけそうですねブレイザーズかでブレイザーズだったら勝ててましたねそうですねそういう言い方そういう言い方だったらいいそうですだから、ね、チャンスはチャンスはチャンス、まあまあ、最大のチャンスやったら、うん、勝てるかなでさらにその次の年もう一回いけるだろうと今度はカンファレンスファイナルうわそこでで 4-2 で負けてシカゴは勝ちますでそしてそのまま優勝しましたここは相手はフェニックスでしたねまあ、この時はで、うん、なんとここでマイケル・ジョーダンが引退、うん、1度目の引退、はい、チャンスがやってきましたチャンスが来た来たカンファレンスセミファイナルでなんとシカゴを 3-4 で破るやったおめでとうパトリック優勝やこれ優勝みたいなところがどっこいここで、はい、ファイナルで同じワンが成長したここはホイールストーンドレックスラーが来てるんですドレックスラーあごめんなさいさっき勝ててたなとか言っちゃって言っていたスポートランドでマイケル・ジョーダンに敗れたクライド・ドレックスラーがヒューストンに行きそうだあロマ通りもされてしまってるもうバランスの取れた完成されたチームあの時のヒューストンまあなぜならここで力尽きてしまったんですねニューヨークは本当ね、ここの 3-4 の激闘で、うん、しかも強かったってことですねめちゃくちゃ強かったですね状態なくても、はい、それがこの間レジェンドのね、はい、の小田さんが小田さんが言ってたピッペンの力だと、はい、お気に入りの小田お気に入りの小田お気に入りのそして次の年もまだマイケル・ジョーダンはいません、はい、でこれチャンスまた訪れました、はい、今度はカンファレンスセミファイナルで、はい、インディアナと戦い、はい、ここはレジーミラーが完成されたプレーを見せて4対3で負けてしまう、うん、すごかったなレジーミラーがそうなんですねこの時インディアナはラリーバードでしたラリーバードですね監督がラリーバードでした俺は3年しかヘッドコーチやらねって言って決めて言ったやったんですよでアシスタントコーチもそんなにいらない3人でその中のリードアシスタントを指したのが、うん、あの今のマーヴェリックスのリック・カーライルなんですよ全面的に信用してドラマがあるんです素晴らしいでこの時はそのインディアナがヒューストンに負けてしまって、うん、ヒューストンがバックトゥバックすごい、うん、そうですね、はい、連覇しましたここでパトライリーは諦めました今度ジェフ・バンガンディがやってきました、ね、で今度その次は今度またカンファレンスセミファイナルで、はい、シカゴと当たります、はい、来てんだよなマイケル・ジョーダン復活4対1なんでやっていうところですよねユーイまた現れたお前頼むでとブランクもあるのにねメジャー何してくれてんねんやつですよでシカゴはこのまま優勝と、うん、ということでここは本当に得点王も取れずリバウンド王も取れずチャンピオンも逃すとそうあでもスーパーでここからはもうあの怪我なりなんなりとねそうですよねあれでだんだんこうスタッツが落ちていくもうその通りなんですねあれスプリーウェルとか来ても変わらないまあカスキャンビーとかスプリーウェルとか、うん、スプリーウェルは2000年に入ってるんですけども本当はアラン・ヒューストンもいたんですよねアラン・ヒューストンもいましたでも
届かず。あれ何年でしたっけ、ミラクルニックスの時は。ミラクルニックスの時は、8位からバタ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 って感じでファイナルまで行ったんですよ。いいの、それこれか、今98年から98でしたっけ、はい、90そうですね。でもうちょっとアキレスがね、おそらく半分断裂してる、プレイングタイムはもう20分もない。あーでもファイナル行ってるのか、すごい、ね、そうそうそう、だあ、そうかそうかそうか、でその時にサンアントニオに行って、そうだったんですよ、ここに書いてありました。あという14年、はい、この10年間で8回プレーオフに行って6回シカゴと当たって1回しか勝ててなかったという、しかもマイケル・ジョーダンいない時、聞いてて疲れました。聞いてて疲れた。はい、あんまかわいそう。という壮絶な悲運。はい、悲運が。これこそですね、本当ね。そんなことあんかいな。で、今回、ファイナルヒューストンに負けて。あ、そうそう、ロックアウトで。ロックアウト。そうそう。チャンスでやってきて、はい、サンアントニオ負けてしまった。はい。いやー、悲しいなー。上まで行ってんのにな。全部まあいいビッグマンがいるところに負けてますね、やっぱ。そうですね、やっぱね、これでも引退っていうか、僕もさっきも言ったんですけど、あのチームを出して、うん、でもやっぱすごいから引退セレモニーってやっぱマジソンスケアガーデンでやってるんですよ、うん、その引退セレモニーに呼んでるその選手たちもそうそうたるメンバーやったんですよ、うん、で僕しびれたのが、あのマイケル・ジョーダンがスピーチをしたら大ブーイングなんですよ。どっか行けどっか行け、早よユーイングに喋らせろみたいな感じなんで、ニューヨークだって。すごいすごいすごかった、ジョーダン途中で喋るのやめたんですよ。ひどいなっつって、もう次に、そうマーク・ジャクソンとかね、はい、やっぱりジョン・スタークスとかがやっぱり愛されていて、で最後がモーニングやったんですよ、ね、そのモーニングもブーイングしましたから、ニューヨーカーは、はよお前喋らせろみたいな、だからですか、だからコービーの引退試合の時 V で出たんですか、マイケル・ジョーダンって。あなんかうわって言われたくないから。いやでもね、あのね、ニューヨークは特別です。そうですね、特別です。好き嫌いはっきりもう、あのニューヨーカーとかニューヨークでプレイしたニューヨーカー、彼らが認める以外は全員土下ですから、ね、だからあの MLB でもやっぱり松井さんが ね苦労したし、うん、イチローも苦労したしって、うん、やっぱりニューヨークヤンキースとか行っちゃうとやっぱりみんな批判の的にもあって、不毛な扱いな、それぐらい恐ろしい、すごい街なんですね。ですが、まあ引退した後はやっぱりこうどう考えてもやっぱりニューヨークのフランチャイズ記録をほとんど持ってるんですね、はい、ユーイングがポイント、はい、からスティール、ブロック、うん、そうね、リバウンドもそうです、ね、で誠実な人柄とリーダーシップはやっぱり愛されていたし、ニューヨークでは不動のスター、うん、から50人の偉大な選手にも選ばれて、うん、で見事、まあ、めでたくっていうんですかね、永久決断、うん、そしてまた大したことができた、優勝したかったですね、1回はね、できてたな。だから僕は本当に直接会ってお話しした印象としては、本物のプロフェッショナルだったし、物静かで本当に的確に質問に答えてくれて、で本物のスターだなと思ったし、最高の選手であり最高のセンターの一人だということはやっぱり再認識しました。まあその当時あのバルセロナが終わった後なので、特に仲良かった選手は誰ですかって聞いたらラリーだったで、まあそんな彼ですから、引退後アシスタントコーチをやったり、彼はヤオミンとかドワイト・ハワードを育て直接指導して、すげえ、はい、彼らが活躍しているのは彼らユーイングのおかげでもあるということで、17年からなんと大学に戻りまして、ジョージタウンのねヘッドコーチに、あ今そうなんだ、頑張って、もう3年か4年ぐらい経つ、あそうですか、はい、ですから我々の思いとしてはやっぱり。スーパースターであることをもう一度再確認してもらって、うん、で、僕らの願いとしてはまた NBA を、ね、盛り上げてもらう、大学バスケを盛り上げてもらう、うん、っていうことで最高の指導者になっちゃいなよっていう思いが似てるな。今もっとハゲてますけどでもこんなんですよ、太ってますもんね、短パンなんで、ね、いや僕ね、なんかね病気にならないんかな思って、あ大きくなりそう、そう心配です、ちょっと確かに、ね、ちょっと足細いもんな、足細い膝がなんか小馬みたいになってますもん、確かにすごく繊細で、やっぱりこう全身ねエルボーパッドとか膝のパッドとかね、つけてた、ね、あれのかっこよかったですよね、はい、装飾として、だけどそれぐらいやっぱりケアをしたから、まあ、十何年も20点以上取って、なるほど、平均でも取ってます、
酒も一滴も飲めないですよ。パーティー行ってもずっとオレンジジュース飲んでる、それはあのケニー・ウォーカーが言ってました、ケニー・ウォーカー、ケニー・ウォーカーね、はい、言いました。すごくストイック、ストイックだし、プロフェッショナルだし、頭もいい、選手でした。なるほど。ということで、パトリック・ユーイングを、はい、紹介しました、はい。信じるか信じないかはあなた次第です。かっこいい。すいません、これは何日かけてる、何日かけてんすか、マジで。もしこれが欲しい方はあの送ってください。コメントをどうぞ。というわけでパトリック・ユーイング紹介しました。ありがとうございました。皆様、もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また見てねー。